大阪系吉作、香水紳士一。品川の駅ですぐ前の席へ、その無遠慮なお客さんが乗り込んでくると、くるみさんはすっかり元気をなくしてしまった。今日は日本晴れですから、構図のおばさんのお家からは、 富士山がとてもよく見られますよ。お母さんからそう聞かされて、喜び遺産でお家を出た時の元気はどこへやら、座席の片隅へ小さくなったまま、すっかりしょげ返って、窓越しに、後ろへ飛び去ってゆく郊外近い町の屋根屋根を、しょんぼり見つめ続けるのだった。 東京駅発午前8時25分の伊藤行きの普通列車である。その列車の三等車の片隅の座席にくるみさんは固くなって座っているのだ。日曜日で客車の中には新緑の箱根や伊豆へ出かけるらしい人々が大勢乗っている。しかしくるみさんは 箱根や伊豆へ出かけるのではない。ずっと手前の甲図のおばさんのところへ行くのだった。甲図のおばさんのところには、いとこの信子さんがいる。信子さんは、くるみさんより五つ年上の二十一歳で、この月の末にお嫁入りするのである。くるみさんは、日曜日を利用して、 娘時代の信子さんへのお別れとお喜びを兼ねておばさんのお家へ出かけるのだった。網棚の上の風呂敷の中にはお母さんから託されたお祝いの品が包んである。昨日お母さんと二人で新宿へ出て整えた品であった。がその時同じ店で お母さんに知れないように自分だけのお祝いのつもりで買い求めたもう一つの品物がある。それはくるみさんの制服のポケットの中にこっそり忍ばせてあった。かわいい真っ赤のリボンをかけた小さな美しい細工の木箱に入った香水だった。何か 私だけのお祝いをあげたい、と思い、何にしようかしら、と考えて思いついた品だった。これ、私だけのお祝い。そう言って、こっそりのぶこさんに渡すときの楽しみを、昨夜から胸に描いていたくるみさんである。その香水のかわいい木箱と一緒に、 くるみさんのポケットの中にはチューインガムとキャラメルが入っている。心よい小旅行への楽しい用意であるは言うまでもない。実際、くるみさんは今日の構図行きをもう三日も前から夜も眠られないほど楽しみにしていた。いよいよ今朝になると、 もうご飯もろくに喉を通らない。ダメですよ、くるちゃん。ご飯だけはうんと食べてゆかなくっては。お母さんにたしなめられても。だって、いただきたくないんですもの。もしお腹が空いたら、大船でサンドイッチを買いますわ。あそこのサンドイッチ、とても美味しいんですもの。 まあ、呆れたおしゃまさんね。どこからそんなこと聞きかじったのあら嫌だ。だって、去年の夏、鎌倉の帰りに、お母さんが買ってくださったじゃないの。そんなわけで、早々にお家を飛び出すと、いそいそとして東京駅へやってきたくるみさんである。日曜日で、 列車は割に立て込んでいたが、それでも車室の一番隅っこに、まだ誰も腰掛けていない上等のボックスが見つかった。一番隅っこであったことが、わけもなくくるみさんを喜ばした。ここなら、ガムを噛んだって、サンドイッチを食べたって、恥ずかしくないわ。心ゆくまで、 一時間半の小旅行が楽しめるのだ。まず窓際へゆっくり席を取ってガラス窓を思いっきり押し開ける。と心よい五月の美風がざれかかるように流れ込んできた。やがてベルが鳴り列車は動き出す。そしてくるみさんの楽しい小旅行が始まったのだ。 ところが、そうしてまだ十分もしないうちに、列車が品川の駅へ止まると、くるみさんのボックスへ、一人の愛客が割り込んできた。そして、そのお客さんのおかげで、途端にくるみさんは、すっかりしょげ返って、座席の片隅へ、小さくなってしまったのであった。 二。その客は、年の頃四十前後の、目つきの妙に鋭い、顔も体も嫌に大きな、洋服の紳士であった。中折れ棒をまぶかにかむって、ネズミ色のスプリングコートのポケットへ、なぜか右手を絶えず突っ込んだままでいる。最初紳士は、 車室の中へ入ってくると、通路に立ったまま、素早く車内を眺め回し、まだ他にも席がないではないのに、ふとくるみさんの方を見ると、さも満足したような表情をちらっと見せて、すぐにやってくると、くるみさんの目の前の席へ、大きな体で無遠慮に、黙ったまま、どしんと腰掛けたのであった。 そして、笑うでもない、怒るでもない、まるでお面のような無表情な顔で、くるみさんの顔を、体を、しげしげと見るのだ。帽子はかむったまま、右手はポケットへ入れたままである。くるみさんは、ひやりとして、身をすくめると、窓の外へ顔を背けてしまった。 列車はいつの間にか新緑の大森の町を走っている。空は素晴らしい日本晴れだ。普通ならばもうこの辺でそろそろチューインガムを噛み始める予定だったのに今はそれどころではない。せっかくの楽しみもこれですっかりおじゃんだわ。くるみさんは 横顔のあたりに紳士の気味悪い視線を感じながら、ひそかにため息をついた。やがて紳士は、くるみさんの方から顔をそらすと、窓の方を背にして、横向きになった。そして、コートの左のポケットから左手で新聞を取り出すと、相変わらず右手はポケットへ入れたまま。 不自由そうに片手で新聞を広げて、それを顔の上へかぶせるようにしながら、熱心に読み始めた。窓の外を見ていても、くるみさんには、その動作がよくわかるのである。時々、窓から流れ込む爽やかな風に吹かれて、新聞がペラペラとなる。すると紳士は、 その都度顔をしかめて、こちらを見る様子である。窓を閉めなければいけないかしら。くるみさんはそう思った。しかし、どうしたものか、妙に体がすくんでしまって手が出せない。大体、この紳士が乗り込んできてからは、まだ身動き一つしていないくるみさんである。 それに、窓を閉めるとすれば、どうしても、紳士の頭の後ろへ片手を持って行かなければならない。そう思うと、いよいよ硬くなってしまうのだった。突然、紳士が立ち上がった。そして、窓から外を見ているくるみさんには物も言わず、荒々しい調子で、 ガラス窓を閉めてしまった。くるみさんは、はっとなって身を引いた。紳士の不機嫌が、くるみさんの心を鞭ち打ったのだ。が、そればかりではない。もう一つ大きな理由があったのだ。くるみさんは、紳士の右手を、初めて見たのである。 誰でも知っているように、汽車の窓を閉めるには、必ず両手を使わなければならない。それで、今立ち上がった紳士も、この時初めて右手をポケットから出して、両手で窓を閉めたのであるが、ちょうどその右手が、窓の外を見ているくるみさんの顔の前へ来て止まった。が、 窓が閉まると、素早く紳士はその手を引っ込めて、ポケットへ入れ、再び前の姿勢になって、新聞を読み始めたのだ。しかし、その短い間に、くるみさんは、紳士の右手を見てしまった。その手は、中指が根元からなくて、四本指である。 ああ、正尉軍人の方かしら。瞬間、くるみさんはそう思って、みるみる身内が熱くなった。もしそうだったなら、あたしはなんて愚かな少女だろう。そういう立派なお方と同席したことを不愉快に思っていたなんて。しかし、すぐにくるみさんの頭の中には、 むらむらと一つの疑惑が持ち上がった。でも、もし軍人さんだったなら、どうしてそのように尊いご不祥を、こんなに不自然にお隠しになるのだろう。そうだ、たとえ軍人さんでなくって、普通にお怪我をなさった方にしても、こんなに不自然な隠され方をされるはずはない。 くるみさんは、そう思うと、なんだか前よりも体が引き締まるような気がして、一層小さくなりながら、ガラス越しに、ひたすら窓の外を見つめ続けるのだった。三、まもなく列車は横浜を過ぎた。ひょっとすると、横浜で降りてくれるかもしれない。 そう、ひそかに心の中で思っていたくるみさんの望みも、すっかり裏切られて、紳士は、相変わらずくるみさんの目の前にいる。それどころか、読みかけの新聞を、帽子をかむったままの顔の上へ乗せるようにしたまま、どうやら居眠りでも始めたらしく、軽いいびきが聞こえてくる。この文だと、 どこまで行くか知れない。ひょっとすると、構図よりも向こうの、小田原か熱海あたりまで行くのかもしれない。くるみさんは、とうとう観念してしまった。これでもう、大船のサンドイッチも、ミスミスダメになってしまった。紳士は、居眠っているのであるから。 サンドイッチを買ったって構わないようなものの。しかし物音を立ててうっかり目でも覚まされたら帰って困る。くるみさんはそーっと自分のポケットへ手をやってみる。チューインガムもキャラメルもまだそのままでじっとしている。くるみさんは固唾を飲みながら外を見た。 窓の外には、すがすがしい新緑に包まれた湘南の山野が、うららかな五月の陽光を浴びながら、まるで蓄音機のレコードのように、ぐるぐると再現もなく展開されてゆく。そういう景色を眺めながら、くるみさんは、何とかして自分の気持ちを引き立て、今朝の元気を取り戻そうと、 勤めてみるのだった。ところが気持ちが引き立てられるどころか、この時帰って大変もないことが起き上がってしまった。さっきから少しずつずれかかっていた紳士の顔の上の新聞が、この時ガサッと音を立てて紳士の横座りになっている膝の上へ落ちてきた。 くるみさんはひやりとなった。どうしようかと思って、紳士の顔と落ちた新聞を見比べた。無論このまま、そっとしておくより仕方はない。がしかし、この時くるみさんは、思わずぎくりとなった。紳士の顔は、 後ろのもたれと窓枠の間へはまり込むようにして居眠っているので、帽子が前へずれて、半分隠されたようになっているが、それは、さっきのままの顔である。くるみさんがびっくりしたのは、その顔ではなくて、落ちた新聞の方である。その新聞は、落ちた表紙に裏返しになって、 さっきまで紳士が熱心に読んでいた方の面が出ているのだ。くるみさんは全く何気なしにその新聞を見たのであるが、思わずギクッとなって危うく声を立てるところだった。それは三面記事で上の方の右肩のところに次のような恐ろしい文字が大きな活字で印刷されてあった。 覆面の盗賊。金行渋谷のバツバツ銀行を襲う。公金を強奪して逃走す。それが見出しで、その次に小さな文字が何行も並び、それからまた、前よりは少し小さな活字ではあるが、一層恐ろしい第二の見出しが印刷されてあった。 犯人は洋服姿の大男で、中指のない四本指の右手が最大の特徴。狂気を犠牲られつつ沈着なる宿直院の観察。くるみさんは、急に目の前がクラクラっとなって、思わず後ろのもたれへ寄りかかってしまった。4 なんという恐ろしいことだろう。体中の血潮がドキドキと逆流するようだ。とてもじっとしていられない。が、さりとて妙に体がこわばって、声を立てることも動くこともできない。人違いであってくれればいいが、くるみさんは、 一生懸命に自分を押さえつける。しかし、その下から、むくむくと恐ろしい考えが浮き上がってくる。なるほど、洋服を着た人はどこにでもいるし、大きな男も何人もいるかもしれない。そして、中指を怪我して失った方も、広い東京には何人もいるかもしれない。 しかし、この三つの特徴が三つともぴったり当てはまるというような人が何人もいるものだろうか。しかも、この紳士は極端なくらい不自然に四本指の右手を隠しているではないか。そういえば、射出に入ってきた時の態度からしてとてもおかしい。くるみさんは、 ブルブルっと身震いした。おそらくこの紳士は、最初射出に入ってきたとき、素早くあたりを見回して、くるみさん一人だけのこの席を見つけると、相手を少女と見くびって、それであんな満足そうな顔をしたのに違いあるまい。そして、昨夜あんな恐ろしい仕事をして眠らなかったので、 熱海か箱根逃げ延びる途中で、ついうとうとと居眠りをし始めたのに違いない。くるみさんは、もうじっとしていられなくなった。が、さりとて声を立てたり動いたりすることはとてもできない。すぐ目の前の新聞記事によれば、犯人は凶器を持っていたとあるではないか。 うっかり声でも立てたなら、どんなことになるかもしれない。こっそり車掌さんに知らせようかしら。しかし、そんなことをしたとて、無駄である。相手がそのように恐ろしい男では、かえって騒ぎ立てて、平和な旅客たちの間に、間違いでも起きたなら、それこそ大変である。 いや何よりも、もうくるみさんは、石のようになってしまって、出したくても声も出せなければ、動きたくても、身動きもできないのだった。長い時間が経ったようだ。じっとしたまま、コわごわ、もう一度新聞を見る。沈着なる宿直院の観察。 という見出しが、ふと目についた。すると、少しばかり、くるみさんの心の中に、明るいものが見つかった。そうだ、落ち着かなければいけない。我と己を励まして、思い切って紳士の顔を見る。すっかり居眠りが、本式になったらしい。列車は、 もういつの間にか、いくつかの駅を通過して、だんだん構図の街へ近づいていくらしい。ふとくるみさんは、言い知れぬ恐ろしさの中から、なんとも言えない悔しさがこみ上げてくるのを覚えた。考えてみれば、大変なことになってしまった。せっかくの楽しい旅行が、 おかげでめちゃくちゃになってしまった。たださえ知らない大人の人との同席なぞ、あまり歓迎したくなかった今日の旅行に、こともあろうに、恐ろしい盗賊紳士の乗り合わす謎とは。ふとまた、くるみさんは、別の考えにとらわれる。今、この客車の中に、 このように恐ろしい紳士が乗っていることなぞ、誰も知らないのだ。私だけが知っている。このまま知らぬ顔をして、構図で降りてしまっていいものだろうか。しかし、それかといって、どうして自分のような少女の身で、こんなに震えているような臆病さで、 このことを人に知らせることなぞできようか。遠く松原の向こうに見覚えのある構図の山が見えだした。そうだ、もうそろそろ荷物を下ろしておかなければならない。急に我に帰るとくるみさんは思い切って静かに立ち上がった。 手足がガタガタ震えている。まるで夢の中の仕草のように、網棚の風呂敷包みがおろせない。が、やがて取り下ろすことができた。紳士は、相変わらず居眠っている。と、この時、お祝い物の,の入ったその風呂敷包みを膝の上へ置きながら、ふと、 くるみさんの頭の中へとてつもない考えがひらめいた。すると前よりも激しくくるみさんの手足は震え出した。がその目は急に生き生きと輝き出した。しばらくくるみさんはどうしようかと迷っているようであったが窓の向こうに構図の海が見え出すと いきなりくるみさんは制服のポケットの中へ手を突っ込んだ。そして真っ赤のリボンのかかった小さな美しい木箱を取り出した。それは信子さんへのお祝いにこっそり買い求めてきたあの香水だった。くるみさんは物に疲れたような手つきで ブルブル震えながら、その美しいリボンをほどき、レッテルを剥がして、木箱の蓋を開けると、中から丸い可愛い香水の瓶を取り出し、その線の封を切った。くるみさんは静かに前みになった。線を抜いた香水の瓶を、居眠っている紳士の方へ、 わくわく震えながら差し出し、差し出したかと思うと、素早く瓶の口を下へ向けて、紳士の洋服へ、惜しげもなくタラタラと中身を流し尽くしてしまった。列車は甲津駅に停まった。なおも居眠り続ける紳士を残したまま、くるみさんは列車を後にした。 そして、駅を出ると、まるで火でも放ったような張り詰めた顔をして、すぐ駅前の交番の前へ立ったのである。五、湘南から伊豆の町々へかけて、警察電話が活発な活動をし始めた。小田原から伊東に至る十一の停車場の出口には、 鋭い目をした私服のおまわりさんたちが、目でない鼻をひくひくさせながら、まるで旅客のような格好で、こっそり立ち始めた。ここは、熱海の駅である。午前十時四十六分、伊藤行きの列車が到着すると、大勢の旅客たちが、 広いプラットホームになだれ出た。その人々の中に混じって、一人の異様な紳士が、満身に素晴らしい香水の匂いをプンプンさした紳士が、右手をスプリングコートのポケットに入れたまま、何かひどく腑に落ちかねたような顔つきで、鼻をひくひくさせながら、人混みをかき分けるようにして、 出口の方へ歩いて行った。人々は誰もかもその紳士の発散する強い激しい方向に打たれてびっくりしたように立ち止まると不思議そうな顔をしてあるいは呆れたような顔をして紳士を見返り見送った。すると紳士は いよいよ訳がわからないというような顔をしながら、少なからずうろたえ始め、急に急ぎ足になった。と、その体から立ち上る方向は、自ら巻き起こした風に乗って、いよいよ広まり、一層多くの人々が立ち止まって、不思議そうに紳士を見つめ始めた。 紳士は泣き出しそうに顔をしかめた。が、急に今度は真っ赤になると歩きながらしきりと何かブツブツ言い始めた。そして前よりも一層激しくうろたえ始め、慌てた足取りでプラットホームから地下道へ、地下道から駅の出口へと、りから爽やかな五月の微風に、 停車場一面時ならぬ降水の嵐を巻き起こしながら駆け出していった。このような紳士が駅の出口でさっきから鼻をひくひくやりながら待ち構えているおまわりさんをごまかすことができようはずはない。その晩東京のお家へ帰ったくるみさんのところへ 警視庁の偉いおまわりさんと、バツバツ銀行の支配人さんと、それから新聞社の人たちがやってきた。写真を撮られたり、いろいろな話を聞かれたりした後で、銀行の支配人さんが言った。お嬢さん、あなたのおかげで、私どもの銀行は、大助かりをいたしました。ついては、 何かお礼を差し上げたいのですが、何がお望みでしょうか。するとくるみさんは、ちょっとためらってから、こっそり言った。そうですのじゃあ、せっかくですから、私の使ってしまった、あの香水を買っていただきましょうか。だって私、あの品を、 いとこの信子さんにお送りするつもりだったんですもの。おやおや、お嬢さん、私どもは、もっとたくさんのお礼を差し上げたいのですよ。それはそれとして、さあ、何でも他にお望みの品を、もう一つおっしゃってください。すると、くるみさんは、ちょっと考えてから、恥ずかしそうに囁いた。 じゃあ、あたし、サンドイッチをいただきますわ。